はい、お疲れ様です。加藤です。お願いします。よろしくお願いします。よし、恋愛リアリティショー、僕あの頑張ってきます。俺はそんなチャラチャラしたのやったことないわ。話しかし、あれおかしい、何でもやるって言ってたのに。何も知らないで見たらちょっと嫌でしたかも。出てました。やばい。三好彩香さんロビー見たよ、おもろい、泣きました。で、そんな俳優とカメラマンのお仕事からちょっとまた、はい、毛色の違うお仕事が、はい、今配信中のオオカミちゃん、なんかびっくりな感じで。なんかびっくりですよね。そもそもなんでこのオオカミちゃんで騙されないは、はい、出演やってみようかなっていう。まあ本当に僕の性格的に言うと、うん、恋愛リアリティショーに出るっていうのは、うん、一番遠いものだったんですよ。でその中で、うん、まあ、あのそういうお仕事の、まあ、こうお話が来て、はい、先輩というのが、うん、あの今までいなかったんですけど、うん、アミューズに入って初めてこの方好きだな、はい、先輩だなって思える人ができたんですよね、はい、でその方があの大泉洋さんなんです、はい、で洋さんと一緒に、まあ、あの元彼の遺言状という作品を一緒にやっている時に、はい、俺は何でもやってきたと、うんうん、それで今の俺があるんだから、はい、あのお前何でもできんのか、うんうんうん、よし何でも挑戦してやろうっていう思いで、はい、受けました。で、あの陽さんにあの決まりましたと、はい、恋愛リアリティショー僕、うん、あの頑張ってきます、はい、で陽さんからこう恋愛リアリティショーってなんやと、はい、俺はそんなチャラチャラしたもんやったことないわっつって。話が違う、あれおかしい、何でもやれって言ってたのに。陽さんに見てくださいって言ったら、はい、なんか腹立ちそうだから見ないって言ってました。言ってる感じが目に分かりますね。見えますよね。で、この配信の時はどうなってるんでしょうか。まだ見られてない、見てる。今ね、あの4話まで見て、最新話で、はい、マジですか。ました。見てくださいました。今日ハミンさんにお会いするから見て、で、ちょっと私はまだ4話までたどり着いてないので、いや、すいません、ありがとうございます、お忙しいのに。どうなんって聞いたら、ロビンさんが引っ掛け回してる。何も知らないで見たらちょっとイラッとしちゃうかもって言ってました。やばい、これや。そう、難しいっすよね、本当にもう。でもそれはあえていろんな方とお話ししてみようかなって思って言ってるところ。これはちょっとじゃあ自分の保身に回っていいですか。あ、保身していただいて、はいはい、あんまりこうなんでしょうね、あの嘘がつけないと言いますか、はい、あの自然体でいることがとても多いので、はい、まあ、今回恋愛リアリティショーに参加します。だから本気でなんでしょう、5人の女性とちゃんと向き合いたいと思ったんですよ、はい、うんうんうん、ちゃんとこう向き合ってから一人を決めたいなっていう思いがあって、4話まではあの動いておりました、はいはい、で多分皆さん、はい、あのこの帰宅部流す頃には僕のこと嫌いになってるんじゃないかな、はい、やっぱり恋愛って難しい、だから女性って難しいですね、本当に。でもあの経験してすごい良かったなと。やっぱりこう30、今はもう3になったんですけど、はい、この年齢になってこう誰かを知ろうとする努力をやっぱこうする回数って間違いなく減ってくる、うん、そういう中でこう改めて人と向き合って知ってもらうっていう、こう工程だったり環境下にいるっていうことは自分のこうなんでしょうね、糧にはとてもなりました。よかった、いい話になった。危ない危ない。ただ本当、マジですか、どう思いました、聞かせてくださいよ、ちょっと。どうでした、4話まで。正直なところ。正直なところ。人たち。あ、でも褒めじゃん、褒めじゃん。そう。もともと、あれです、結構おしゃべりお好きなタイプ。いや、まあ、家とかでもマジ無口なタイプなんですけど、人と会話することは嫌いじゃないので、はいはい、それこそだってカメラマンさんってね、すごい結構被写体の方とおしゃべりしながらって感じじゃないですか、はい、僕はあんまりあのカメラマンの最中はあんま話したりしないタイプではあるんですけど、今回こう限られた時間の中で相手を知るっていうあの制限があるじゃないですか、はい、普段の自分よりもやっぱギアをかけて、うん、こうはギアをかけて人を知ろうっていうのと、あと僕はあの本当にお姉ちゃんがめっちゃあのこうもう僕のもう3歳とか4歳の頃からやっぱこう
もう神様だったんですよ僕は。姉が何個上ですか？姉が2つ上なんですけど、はい、もう絶対だったんですよ姉貴が。姉が絶対っていう家庭で育ったんで、はい、姉の荷物は持ちますし、姉のドアは開けますし、お前歩道を私に歩かせてんじゃねえよと。すごい、はい、素晴らしいですね。すごいパワーのある、はい、あの姉貴だったので、はい、まあ、彼女の教えが今生きてるなと、はい、なるほど。女性の扱いとして女性の扱いとしてはあ、こういうことをしなければいけないんだ、うんうん、女性が喜ぶことはしなさいっていうふうにこう教えてもらったので、いい教育、はい、それが、まあ、ちょっとこうなんでしょうね、年齢みんな若かったので、僕が一番最年長だったんで、うんうん、まあ、そういうところがちょっと出ちゃったなそれこそお姉さんは、はい、あ、姉貴あのハワイに住んでてまだ見れてないんですよ。そうなんですよ、世界配信が9月からなんで。でも多分もうダメ出ししかしないと思いますねこれあのいろんなその女性5人触れ合って、はい、恋愛感は変わりましたか？いい質問ですね。でもあまり変わらなかったかもしれないです、うん、むしろ今まで持ってた恋愛感が、うん、あ、やっぱりそうなんだなっていうふうな、はい、こう再確認になった気がします。どちらかというとこう愛情表現が大きいタイプではあるので、うん、そういうのとこうそういうのがこう好きな人の方が相性がいいんだろうなとか、うん、それを再確認したしましたね。で最後には男性から告白するんですね。はい、男性から女性に告白をします。普段は告白するタイプされるしますあ、するタイプしますね。すごいあのアプローチします。あ、そうなんですか。でもめっちゃされもしません？そうですね。うわいやどうなんだろう、いやされるされるな、まあ、でもやっぱりそうですね、ちょっとだけですよいやいやそれはもう、まあ、ありがたい話、ありがたい話、そうですね。え、誰推しですか？特にこう推しとかじゃなくこう全体的に。いや推せ推せ推せ何回推せ時代に言うとかせ推せ本当に結構反響とか見ます？そのやっぱりこの身内からすごい、うん、あのやっぱ来ますね、見たよっていうのは。そうなんですね、はい、友達とか。珍しくあの三好彩香さんもアミューズなんじゃないですけど、うん、ロビー見たよっておもろいだけ来ましたかっこいいかっこいい、やっぱね、かっこいい女性ですよね、ロビーおもろい。じゃあ5はこれから配信されるのちょっとドキドキしますね。みんなどういう感じなんだよ、やばいいや本当にもう あのあれなんですよね、がっつり多分地雷踏んでるんで。それ見ながらニヤニヤしますね。してください。あの本当にあのお酒とおつまみで見るのが一番ちょうどいいので、はい、そうですね、やんや言いながら見るのが、やんや言いながら言ってくださいもうロビンやってんなって言ってもらった方が僕としても心は気持ちいいです。で、あのさっきちょっと大泉洋さんの話とか出てきましたけど、はい、アミューズ内で交流とかっていうのはありますか？アミューズ内交流、そうですね、大泉洋さんが大好き、本当に多分素敵な方なんで、めちゃくちゃおもろいと思います。あとはそんな三好彩香さんだったり。三好さんはどういうきっかけで？僕モデル時代だったり、はい、ファッションのつながりで、はいはい、あの仲良くさせていただいているというか、はい、年下なんですけど、あのもう大先輩のように僕は扱わさせて、はい、扱わさせて、ね、なんかあの接してさせてもらっております、はいはい、さっきちょっと出発前にもおっしゃってましたけど、帰宅部ご覧になったことあります。あるということで、ありがとうございます。はい、吉高さんの回を見てください。吉高さんとあとディーンさん、かっけえなと思って。ディーンさんはお会いになったことですか？一度あの作品で共演をさせていただきました。はい、どうでした、ディーンさん。本当にもうディーン様ですよね。かっこいいなと。吉高さんはお会いしたことないんですよ。会いたい、会ってみたい。2つのステージがありまして、はい、ずっとこうアリの巣を2時間ぐらい眺めるような絵に描いてるのは静かな子だったんですけど、小学校に入り1個転機があったんですよ、はい、めちゃくちゃ足速かったんですよ。あ、モテる持ってるやつ